レナード・エトーです、いよいよ日本で太鼓カンファレンス開催となった、その時にこういう状況になっちゃいましたが、とにかくもうスタッフ一同みんなで、すごいコンテンツをもういろいろひねり出して、で僕も喋ってます。普段喋れないこと喋ってます、ぜひ楽しみに待っててください。チャオ。